バニラスカイ。ハッピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターの陽子です。今夜のバニラスカイ、もうあっという間に6回目を迎えることができました。今夜もね、お聞きくださりありがとうございます。今日はね、もう早速皆さんに私からのラブソング、もう早いけどバレンタインソングをねお届けしたいと思います。いろんな思いでね、今度の日曜日過ごされるんじゃないかなって勝手に想像して、だけどまあね、何が起きてもね、皆さんらしくね、人生の1ページになればなと思って、もうとにかく私の曲で一番甘い甘いスウィーティーという曲をお送りしたいと思います。ではお聴きください。スイーティー。愛してる、ずっとずっと。I will love you forever ever。こんなに愛せるって知らなかったの。いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる。その声も腕の中も全部あたしだけのもの。苦しい「あなたのリズムに負けそうで」「何もいらないからね」「早く来て」守り続けよう。愛してる、ずっとずっとあなたに愛されて強くなる。この世界ごと守れちゃうくらいに愛してる。ようこでスイーティーお聴きいただきました。このね、スイーティーの素敵なギターを、そして作曲作詞、あ、作詞は私だった、作曲いただきました。ご紹介しましょう。今日もゲストっぽいイッシーさんです。イッシーです。イッシーさんはね、サウンドプロデュースでお世話になっておりまして、今日もねこの収録お力添えいただいてるんですけれども、いつも扱いが雑なようこですみません。ですね、実は私今日占いでね、早いバレンタインチョコを渡すとすごいいいですよっていう、そう、今日私ね、1987年4月8日生まれなんですけど、その日にちに生まれた人限定の占いだったのね。普段とか占いとか信じないんだけど、なんかたまたま見て、お、そうか、じゃあもう今日はラジオバレンタインカラーでいいんじゃないかなと思ったんですけど、皆さんいかがでしたか？石井さんの甘い甘いギター。やっぱりさ、石井さん何ですか、その顔で返事しないで声出してください。はい。もう扱いが雑って自分で言ったからって許されるかお前みたいな顔されてますね。違うんですよ、石井さんね、優しいからね、私がこう緊張しないように変顔してくださってるのか分かんないけど、ちょいちょいなんか笑わそうとしててね、そっち向けません。ぜひね、皆さん、石井さん
あ、なんだろう、こうライブとかでは見せないけれども、まあ、ラジオの時にはねこんな顔してくれるんでしょうけど、まあ、見ていただく機会ないので、まあいっか。ではいきます。今日ですね、すごく素敵なメッセージいただいてます。いいですか、メッセージ紹介して。はい、じゃあラジオネームカズさんの娘。実はこのカズさんってね、先週も、そしてその2回前もかな、メッセージをいただいてる方なんですけれども、そのカズさんの娘さんよりメッセージをいただいております。ちょっと待って、鳥肌立ってきた。大事に読みますね。陽子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。鹿児島に住んでいた頃、母によくライブに連れて行ってもらっていました。今は県外におり、コロナの影響で前ほど帰省できず、陽子さんにもなかなか会いに行けなくなり、こうして YouTube で拝見できてとても嬉しく、またふるさと鹿児島を思い出して懐かしく感じます。母は体が強い方ではなく、不調があるときは気がめいってネガティブなモードになりやすいのですが、陽子さんのライブに市内に出かけるときはおしゃれしてキラキラ楽しそうにしてくれていました。今は YouTube で陽子さんのラジオやライブがあると、数日前から何度も宣伝のメッセージが届き、一緒に見ようねと誘ってくれます。私も陽子さんの YouTube や ライブを見ていると、つかの間ふるさととつながれるような気持ちになり、心が温かくなります。母と私にとって陽子さんは地元鹿児島を思い出させてくれる私たちの架け橋になりました。陽子さんを見ると元気になる母を見て、私は元気をもらっています。これからも母と応援します。ぜひ遠方からでも楽しめるように YouTube ライブやラジオをもっと続けてくださいね。楽しみにしています。こんなご時世、離れた家族をつなげてくれてありがとうございます、というね、とってもあったかい、私がとっても嬉しくなるメッセージいただきました。カズさんの娘さん、ありがとうございます。あのね、このメッセージいただいたのは、先週の放送があったもうすぐ後だったと思うんですけどね。なんかね、親子ってこう素直に言ってるつもりがこうまっすぐ届かないこととかって結構あると思うんですよ。だけどこう私がワンクッションこう入ることによって、ましてやね、皆さんと一緒に育むバニラスカイっていうラジオの中でさ、こうキャッチボールできるなんて、なんてドラマチックなんだろうみたいなさ。そうでね、最後の文章すごくね、私は心が揺さぶられたんですよ。メッセージ拝見した時、こんなご時世、離れた家族をつなげてくれてありがとうございますって、ああよかったなーって、初めてねこのバニラスカイスタートすることができてね、いろんなご縁に感謝してたけど、ああ本当に良かったと思って私も救われました。ありがとうございます。ねえ、石さん嬉しいですよね。石さんも泣いてる。ねえ、本当に。はい、良かった。なんかね、今年で活動もう6年目を迎えています、陽子っていうシンガーソングライターはですね、いろんな方に育てていただいてるなって思うんですよ。で、それって私は、まあ、曲に出会うために石さんに育てていただいて、でその曲をね、私はこういう思いで作って、まあ、こういう経験があったからこういう要素が含まれてとかいろいろあると思うんですけど、でももう一つこう外に出てしまったら、なんていうのかな、もう皆さんのものだから、その曲たちにね、一つ一つに皆さんにとってのエピソードがあるとか思い出があるリクエストでこう教えていただく、メッセージで教えていただくっていうのはね、本当嬉しいですね。よかったなーって、あんなに悩んでとか、あんなにこうもがいてね、こう歌詞書いてよかったなーとかね、すごく思いますね。よかったね。石井さん喋ってくださいよ、うん、なんか泣きそうになってる。いいお便りでした。いたんですね。お便りメッセージ、ね、メッセージ。ちょっと古かったですはい、いいですよね。石さん、石ちょっと待って、こうやってさ、うん、そうです ね、うん、音楽とかやってることによって、そうそう、人とのつながりが増えるのはいいよね。いいですね、本当に、ほんわかしますね。そう、私、うちのことで言うとさ、娘がずっとこう
家宝屋ではなく、あ、家宝号ではなく家宝屋でね、もう何かあったらこう大丈夫とか、これしときなさい、ああしなさいみたいな、こうもうね、普通親の方がこう先手打って、なんていうのかな、この子が傷つかないようにとか、必要以上にね、あの悲しまないようにって動くのに、あのそれをね、もうちっちゃいうちから私がもうね、もっともっと頑張れるようにってすごくサポートをしてくれてて、で、あのちょっと前かな、ちょっと前って言ってももう1年くらい経つかな、あのラジオの前に YouTube であの配信とかいろいろこうカバー曲を歌ってあげたりとかし始めた時に、うちの母がねすごく楽しく見てくれるようになって、それもそれで私はびっくりした。でだから私は家宝ごと家宝屋の間に挟まれてる、うん、なんて幸せ者だって思うんですけど、でもね、好きなことをしてて生きていけていいねとか、好きなことをして認めてもらえていいねっていう言葉をすごくねいただいたんですよ去年。それは嫌味でもなくてね、あの私自身が認めてもらったなーってすごく思ったので、うん、だからあのとにかくね、家族の支えってね嬉しいですよね。うん、そうですね。はい、ではあのバニラスカイ、皆さんも家族で楽しんでください。私の夢が叶ってる証拠だ、ありがとうございます。ではですね、もう一つメッセージいただいてるんです。今日は二つも来てたよ、もっと来てたかもしれませんけど届いたのは2つでしたでは、お読みします。ちょっとねこのメッセージはあの沖縄の方だけじゃなくて鹿児島県人もねなかなか聞くのは難しいかもしれないので、後で解説入れますからね、お読みします。FM ギノワンをお聞きの皆さん、鹿児島県在住の陽子のバニラスカイを聞いていただき、鹿児島県人として、また陽子ファンの一人としてお礼申し上げます。ありがとうしゃげもし笑っちゃった、ごめん、これはありがとうございますっていう意味ですね、鹿児島弁で読みますね。陽子さんは目指せ東京ドームを合言葉にワッツエーカ気張っております。あ、このワッツエーカはとってもで、気張っております、とっても頑張ってますっていう意味です。はい、読みます。私もそんな姿に元気をもらって、肋骨に鞭打って仕事やらないやら気張っております仕事やらないやらっていうのは仕事とかもういろんなことを頑張っておりますよっていうことです。どうか沖縄の皆様も陽子の歌から元気とハッピーを受け取ってください。リクエストは私的には大好きなのにライブではあまり歌ってくれないフリーダム、良い歌です。皆さんぜひ聴いてみてくいやんせ、ぜひ皆さん聴いてくださいねっておっしゃってます。そうそう、よか歌ですっていうね、あのいい歌ですっていうフリーダム、確かにこのねメッセージいただいた方おっしゃる通りにライブではあまり歌ってません。ましてや最近あのバンドだったらねよくフリーダムは入れてますけどね、セットリストに。アコースティックの時、うん、そうなんですよ、この歌ロックなんです。だけどアコースティックかっこいいですよね、うん、なのでちょっと次のあのアコースティックライブの時にはぜひあの歌いたいなと思ってますのでね、石井さんと真由美さんと陽子バージョンのフリーダムもお楽しみに。今夜は、もうゴリゴリロックなフリーダムをお聴きください。ではリクエストいただきました、ありがとうございます。陽子のフリーダム、風を切って新しい道を行く、体ひとつ感じるままに進め、スタートなんて遠い昔さ、両手握り力強く走り抜く、ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて、右手を回しスピード上げて、
リクエストいただいてます。フリーダム、ね、この曲改めて聞いてやっぱりかっこいいですね。ね、うん、ロックだね。ロックですね。あのね、私コロナ禍のこの自粛の時とかさ、まあ、イベントがいろいろと中止になってね、やっぱり皆さんと一緒に音時間過ごせないこの時に一番最初に思ったのが、ロッカーになりたいって覚えてます、うん、ね、私ロックするって言ったんですよ。で、このねメッセージいただいた方もちょっとラジオネームがないので、あれですけどね、ただこうフリーダムライブで歌わないっておっしゃってますけど、私がねこうロックな、なんていうの、アーティストじゃないんですよね。だけどまあ今はどんな楽曲歌ってもね別に私はいいと思うし私たちはいいと思ってるんですけど、ただこの、このフリーダムをリリースした時は今までの陽子にはあまりにもないって言ってこうねやっぱ異色だなって言って注目していただいたんですけれども、見た目はさいつもロックな感じだったんですよね。だからねこう派手な髪の毛したり革ジャン着たりとか、まあ、とにかく大好きなのはロックなスタイルだったんですけれども、楽曲はなかったんですが、もうこのコロナの中でねとにかく私はもうロックになりたい、もうソウルフルにもう生きていきたいみたいな願望がすごくあったので、次の新曲なのか次の次の新曲なのか、またロックいっぱいね、ね、石井さんのギターかっこいいですからね、やっぱロックの時ね、うん、ロック以外は、ロック以外もかっこいいです。皆さん遡って一番最初にお届けしたスウィーティーアコースティックギターでのねスウィーティーもお聴きくださいね、まあ、大変なんですよ本当にアーティストも大変なんです。皆さんぜひヨコの YouTube 映像付きで見れますんでご覧くださいね。面白いですよ映像あってもね。はい、今日は今までで一番自由にさせていただいておりますが、ちょっとここでちゃんと真面目にラジオ DJ をしたいと思います。なんと陽子今月4つライブがあります。2月21日イッシーアコセッション、場所はウィッキーズハウス、オープンが16時、スタートが16時30分、チケットは2000円でワンドリンク込みです。ギターのイッシーさんね、サウンドプロデュースでお世話になっているイッシーさんの主催のイベントです。ピアノは北園真由美さん、陽子はゲストボーカルとして出演します。そして2月25日、木曜日ですね、この2月25日は陽子の、アコースティックライブ、なんとね毎月生配信ライブをしてた Choose Happiness という企画なんですけれども、今回はライブハウスで30名限定の普通のねアコースティックライブとしてお届けします。詳細はまた今後ねお伝えしていきますが、ぜひ2月25日、場所は鹿児島の天文館にありますキャパルボホール、キャパルボビルのヘブンというライブ会場なのでね、ぜひそちらに足運ばれてください。そして2月26日、翌日は KKB 鹿児島放送さんより毎月行ってます。生配信ライブ、Choose Happiness ですね。こちらは KKB 鹿児島放送さんの公式アプリのカプリからか、陽子の公式YouTube のアカウントから生配信してますので、どちらもぜひ見てほしいものになっております。こちらもですね、イッシーさんギター、イッシーさんピアノ、北園真由美さんと3人でお届けします。そしてこれちょっとね寂しいんですけれども、私でもちょっと一つの区切りとして楽しみなライブ、2月28日、虹やファイナルライブというのが、場所鹿児島県のマリアガーデンズの屋上であります。こちらがですね、私がもう8年ほどお世話になっておりました、天文館にあります、エンターテインメント居酒屋にじやという居酒屋さんがね、もう今回ちょっと閉店されるということで、最後にファイナルライブをアーティストたちでやりましょうという企画でございます。でね、このご当地アイドルのセブンカラーズの、まあ、発祥の場所としても有名だったんですけれども、まあ、残念なことにセブンカラーズさんも解散されるということで、2部構成にこのライブはなっております。10時30分にオープンなんですけれども、11時からはセブンカラーズの解散ライブ、そして2部の12時30分からはエンターテインメント居酒屋にじやでお世話になったアーティストたちによるライブです。こちらは、どちらとも60名限定となっております。
そしてどちらともチケットが2500円ずつ、そして記念品付きになっておりますので、ぜひあのセブカラちゃんの解散ライブとヨーコのライブ、皆さんのライブもね楽しみに足運ばれてください。この日はねもう最後なんでね、無理言って石井さんと真由美さん3人でアコースティックでお届けしますんで、こちらもねもうどのライブも感染症対策はバッチリです。ですので皆さんにはねご協力いただきますが、検温とかねマスクの着用とか、ヨーコのライブに限ってはね楽しめるものも用意してますんで、ぜひそちらもねお楽しみに。では、今日も私の一番大好きな自分の曲キスハグを皆さんにお届けします。お聴きください、キス&ハグ。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。田中学校音楽部と一緒にお届けしてます、キスハグでした。ではですね皆さん、あっという間にね今夜のバニラスカイも終わってしまいます。メッセージ2つあるとあっという間ですね。石井さん、もう皆さん来週もメッセージリクエストお待ちしてます。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにぜひ皆さんの思いを気持ちをぶつけてください。ようこ楽しみにお待ちしてます。はあ、もう石井さんバレンタインはどうやってお過ごしになられますか。てか石井さん2月20日お誕生日ですもんね、うん、そう、そうね、毎年さ東京にね行って、うん、でそこで石井さんのバースデーライブでってね賑やかでしたけど、もうなかなか移動も大変ですしね、うん、うん、まあ今回はねそうそう残念だ。うん、でももう2月21日にねあの医師アコセッションありますから、まあその時にいらした方あの遠目にねおめでとうみたいなおめでとうみたいな、結構さこの医師アコセッション多分ねギタリストの医師さん大好きな方だから男の方多いでしょ。男ばっかり、男ばっかりよって私はね、まあ嬉しいですけど、インストものをね、あガットギターでインストものをねあの多めにされるということですので、うん、そう皆さんねあのなんていうの、石井さんのギターって聞けば聞くほど弾けない私も弾けた気分になるくらい気持ちがいいです。なんかいい気分になります。ただ単にかっこいいだけじゃなくて素敵なだけじゃなくてね、ぜひ皆さん癒されに石井亜子選手、ね、うん、ガットギターの音色もねそう、なんか私悪いやつなんでしょうね私って、癒しだよねって言った瞬間、うん、石井さんの存在がって分かってるよみたいなことをなんか、うん、すいません皆さん、石井ファンの皆さんすいません。そうでも本当にガットギターの素敵なね癒される音色、楽しいライブぜひ遊びに来てください。そうね、うん、でもねぜひ沖縄宜野湾にも行きたいし、うん、FM 宜野湾からの生放送も早くしたいね、皆さん早くお会いできるの楽しみにしてます。ということで皆さん、この1週間もめちゃくちゃハッピーでありますように。最後は一緒にバイバイハッピー。